マルコ・バシャは、ユーゴスラビア・トゥルステニク出身の元サッカー選手。元セルビア・モンテネグロ代表及びモンテネグロ代表。現役時代のポジションは、DEF。地元トゥルステニクの FK プルバ・ペトレツカで、ユース年代を過ごし、2000年には、名門ローク・ベオングラードに入団。2005年、フランスのルマン・ユーシーへ移籍。チームはこの年一部に昇格したばかりだったが、 一時2位につけるなど躍進。馬車はセンターバックとしてレギュラーに定着し、クラブでの活躍が認められ A 代表にも選出された。2008年夏、ロシアの FC ロコモティフモスクワへ移籍した。2011年より、ルマン時代のオンシルディガルシアが指揮を取るラスクリール、メトロポールに加入。ユース年代からたびたび、セルビア・モンテネグロ代表に選出され、二千四年、 アテネオリンピック時のメンバーにも名を連ねている。2006年6月、セルビア・モンテネグロは連邦を解消。モンテネグロ人の父とセルビア人の母を持つ馬車には、どちらの国の代表にも選出される可能性があった。同年8月の親善試合で、セルビア代表に選出されるが、故障を理由に召集を辞退しモンテネグロ代表を選択した。しかし2007年8月、 スロベニア代表との親善試合で代表に招集を受けるが拒否。その後しばらく代表から遠ざかったが2009年に再び招集を受け3月のワールドカップ予選イタリア戦で代表デビューを飾った。ありがとうございます。